千領寺は、愛媛県四国中央市新宮町に所在する、新温州大閣寺派の寺院である。詳しくは根校山返上院千領寺とこうする。本尊は、工房大師で、かつては四国八十八箇所六十五番札所三角寺と一体であり、その大指堂であったが、分離独立し今はその奥の院になっている。四国総奥の院と言われ、四国別閣二十零条十三番札所。 四国三十六不動尊霊場二十六番札所でもある。本尊真言、名無大四辺城金剛五栄化、極楽は他にはあらぬ。この寺に御法の声を聞くぞ、レ式旧新宮村の国道三百十九号沿いにあり、道山川を見下ろす山中に所在する。境内は崖の途中にあり、本堂は舞台作りとなっている。本堂前広場の下には滝が流れている。 伝説によれば、報道千人がこの地に今日構えたことに始まるとされる。平安時代初期の公認六年空海が四十二歳の時にこの山を訪れた。空海はここに住んでいた、報道千人よりこの地を譲り受け、薬除けと子女五国宝城のごま修行を二十一日間行ったとされる。修行万願成就の後に空海は自身の姿を刻んだと言われ、この本尊は、 薬除け大師または虫女大師と呼ばれるようになった。境内6の国道319号脇に十分な駐車スペースがあり、そこから石段を徒歩で、渓流沿いに約10分登ると、本堂前に至る。未六道、千人道は、本堂の対面の石段を上がる。国道脇の入り口付近の紅葉は、境内の紅葉より1ヶ月近く遅れる。入り口付近。 ありがとうございます。